シャーマンキングフラワーズ12話やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。きた、ミスター鴨川。どう、うん、前回のね、あなたはこの世界であまりに異質だ。どう、いいね、君ちょっと気に入った。どうだい、話の続きは君の愛機で利用されるか。あの少年がいる島に向かいながらでも。これで利用したら自分も利用されるっていう未来は暗示してるな。狭いな。それに作りも荒いし、すんごくうるさい。申し訳ございません。しかし、その勝手に持ち出したことなら気にしなくていい。君の上司にはちゃんと言っとくから。ほう。だが、こいつはあまりにひどい。なるほど、これが戦闘機。ボロカスやな。命を乗せた使い捨ての武器ってわけだ。おう。それは言い過ぎなのでは、ミスター鴨川。気を悪くするな、アンダーソン。でもお前が一番知ってるはずだ。事実そうして死んだお前ならな。分かってるか。確かに否定はしません。やっぱり分かっていたのか。いえ、気がついたのは昼間あの少年を見てからです。そのタイミング。そしてあなたの出現で確信に変わりました。ほうほうほう。異質。ここは私の知っている本当の世界じゃない。あのゼロに撃墜されて死んだのだと。大したやつだ。永遠に戦わされる。ないのか。怖いな。そりゃ、でも納得するのは早かった。いや、当然だった。ケツに食らいついてんな。うわぁ、その一瞬を使って。奴はデスゼロだったのだから。デスゼロ。デスゼロ。我々パイロットの間で囁かれていた奴の異名です。その機体を見ることは死を意味する。おう。姿を現したかと思うと幻のように視界から消え。これすごいな。気がつけば背後にピタリと張り付いている。こうなったのかな。フシュッ。今デスゼロ。敵ながら恐ろしいパイロットですよ。かっこいいな、ユウスケ。ああ、気がついたよ。よかったな、アンダーソン。今からお前は憧れのそいつに会える。ヤビス、地味に可愛いな。どういう意味です。お前が昼間見たゼロがそいつだ。ハオメ、デスゼロを花君の持ち霊に与えるつもりだろうが、お前の思うようにはさせない。どんぐらい強いんだろうな、霊として。それもまた気になるね。何のために戦うって、なんとなく。なんとなくそういうタイトル。そうか。話にならん。ああ、だよ、気持ちに理由とかいんのかよ。いるとも。うん、花君、君を見ているとまるであの日の自分を思い出す。ほう。かつて豊かで平和だったはずの世界が急変し、うん、誰もが理由なき争いへと誘導された、うん、あの戦争前夜。怖いな、戦争。今の表現だけでなんかすげえ伝わるわ。君にしてみれば俺はただの軍人だろうが、初めから軍人だったわけじゃない。そうなんですよ。君と同じ当たり前の平和を暮らすただの若者だった。そうなのよ。戦前、農村部との格差はあるものの、都市部では西洋の文化が花開き、あらゆるものが取り入れられた、うん、技術やファッション、もちろん古来からの伝統だってある。へえ。幾多の流血の上にあがなわれたものであっても、誰もが今日より明日を信じ、うん、懸命にまっすぐ生きていたのだ。だが世界は唐突に変わり始めた。金でね。どこにもぶつけようのない怒りや不安は人々を戦争へと駆り立てた、うん、知りもしない誰かを敵に仕立て上げ、勝てばきっと自分の冴えない生活も良くなるのだと信じてな。冴えない。かくいう俺もその一人だ。誰かの言葉に踊らされ、今もなお戦っている。深いな。あいつ何が言いてえのかさっぱりわからねえ。まあでも冴えないってのもなんかわかる気がするな。俺も言ってみりゃこのイライラの原因は。父ちゃん。てめえは今どこで何してんだよ、阿弥陀丸。帰ってきたらダブル持ち霊になるの。俺は早く。目みたいに。あいつに勝つてえのによ。
店が。花君、いつもかわいそうな感じだ ね。じゃあ今から一緒に倒しに行こうか。出た、登場の仕方がかっこよすぎる。一緒に、ついでにあのアホ原稿心ハオ。アホそう。これはひどい。こほほ、店が できる。これはひどいな。それが人を誘う態度か。確かに。いきなり飛行機で店突っ込んじゃ危ねえだろ。場合によっちゃ閉めんぞ、おっさん。おっさん。おっさんはひどいな、花君。ちょっと訳あり、鴨川陽介13歳。13には見えんな。君と同い年だし、見えんな。ついでに初めましてでもないんだけどね。ああ、はい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 。で、記憶がねえわけか。てめえ、わけわかんないこと言ってんじゃねえぞ。ギャービス、コピー180のカード。おお。鬼カブト。強すぎだろこれ。180は秒数を指し、はあはあ、効果は時間制限内持続可能。うん。真似してんじゃねえぞこの野郎。つかなんだその貯金箱みたいな三角は。驚かないと。じゃあ。すぐ。貯金箱ってわかったな。ヤービス。独身中プラス具現180のカード。なるほど。マジで。一番気になる力。チートやろ。オーバーソウル百光か。チートやろこれ。やっば。こりゃ大変だ。浮力上限20万のゴールドカードじゃ一度使っちゃったら消えちゃうな。上限カードくれか。何が起こっているんだ。じゃあブラックとかもあるんやろな。シルバーも高いんだっけ。なんでてめえが。ゴールドよりシルバーだっけ。そのまま通り相手の心を読み取るか。プラチナもあるもんな。さらに具現のカードで今君の一番気になっているものを再現してみたというわけだ。強すぎだろ。誰が何も気になるかよ。ちょっと驚いたね。さてもう一押し、ミミック1のカードだ、ヤービス。ほう。阿弥陀流うわやっば。うわ効果も。意味はモノマネ。具現化されたオーバーソウルで同じ技を再現させたよ。ほほほ、化け物やな。ただ常に消費してんな金を。このやり方はコストがかさむ。うん。今度は少し考えなきゃね。これでわかったろ。怖いね。力はこのヤービスから買うカードの効果なんだよ。悪魔との契約みたいな。ヤービスカードはこの世界で考えられる。あらゆる神の力を網羅していて、そのすべてに値段が設定されている。お日本円にして500円から数兆円、中には国家予算でも足りないぐらいのカードも存在するらしい。面白、欲しいな。その金額に見合っただけの能力が得られる寸法なんだ。欲しいな。一度使えば消滅するが、お金さえ払えば何枚だって買える。欲しい。まあどういうわけか、彼はお金が大好きだからね。すごく欲しい。金は魂みたいなもんか。そうそう、お金の心配ならいらないよ。カードの力を使えば増やす方法はいくらでもあるからね。つまり彼がいる限りほとんど無限に無敵というわけだ。やばいね。その証拠にほら、シャーマンでもない僕がこれの力で霊視もできる。はあ、ここだといらないかもしれないけど、ね、シャーマンでもない、うん、何かの本気。そっかそっか。これいくらつってる。まあここだといらないかもしれないけどね。もうちょい前か。がいる限りほとんど無限に無敵というわけだ。その証拠。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。はい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 、そうだな。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万で霊が見えるってことか。あー安いな。ここにほら、シャーマンでもない僕がこれの力で霊視もできる。まあここだといらないかもしれないけどね。確かに。おい、何かの本懐を破壊させるような発言はするな。ほう。俺は実体ではあるが、お前の持ち霊ということになっている。いいじゃん。今回この地獄の中で狂うようなことを言うなってことか。じゃあ一体あいつは何なんだ。金入れて力買うとかどうなってんだよ。まあチートすね。しかも実態だと。アラブの人が持ったらえぐいで。それってうちのあれみてえなもんか。
はいはい。ないとして初めましてじゃねえだとか。何から何まで。あんたは知らなくて。まあ雰囲気は。あんたのことを知って。位置づけはね。ゴーレムとは違うけど。多分。おお。あっちも大したことないな。おお。うおお。やばいね。みんながみんなで自分の記憶が戻ってくる感じやな。いやすごい面白い。カード見てる。裏でカード見てる。てめえがそのカードで俺に変なことしやがったな。そうか。まあね。ついでに君の阿弥陀丸も、ね。おお目の前に。ヤービス、オベリスクのカード。おお。花君と友達。守りか。そう。これがな、まんまオベリスクの。完全にこちらの方が上だと示さなくちゃね。オベリスクっていうと遊戯王を考えるけど。オベリスク。カードによってヤービス自身が変化する無限駆使。ほなやこれなんだよね。その名の通り射程も威力もほぼ無限。バケモンじゃねえかよ。世界を滑る神の力だ。これで実力の差は分かっただろ。君は僕に絶対に逆らえない。本来はね。だから僕と友達になってくれるよね。いやだらんやろ。何言うとんねんこいつ。この状況で。あ、今外に出られては。一つ尋ねたいのだが。あ？お。やあ、お前が噂のデスゼロか。かっこいい。こいつが我々の戦闘機を次々と。今ので本当に友達になれるつもりだったのか。貴様の行為は共に対するそれではない。おう、何をしているアンダーソン。こいつを殺せよ。舌打ち。恨みを晴らすせっかくのチャンスじゃないか、うん、こいつの魂が自信のかけらも残らないように徹底的に壊してやるんだ。純粋ゆえに歪んだか。やはり奴の狙いは元王の計画阻止か。だが何があっても手を出すなと。おお。そうだよタリム。彼は花の新しい持ち霊だからね。阿弥陀丸が奴らに奪われたのは好都合だった。あいつは主人を甘やかす癖がある。いやさすが神。それに何より妖のお風呂だ。お風呂やめろ。それじゃあ僕が面白くない。お風呂。しかしいくら軍人とはいえ死んで間もない人間霊では。出過ぎだぞタリム。全ては神がお決めになる。さすがゴルドバ。我らはただそれに従う定めであることを忘れたか。は、申し訳ありませんゴルドバ様。まあいいじゃないか。どうせ理由なんか後でわかることだし。いいね。ただ僕との約束は絶対だからな。手出し無用。お前は何があっても彼らを手助けしてはならない。うん。神のみぞ知る。ほらほら、何をしているアンダーソン。ピストルぐらい持ってんだろ。さっさとあいつを撃っちゃえよ。さあよく狙って。お前は今宿敵に一番近いところにいるんだぞ。いや構図がヤービスがこいつにやってるのと同じように思えちゃうな。こいつが、こいつが、こいつが俺の仲間たちを。おお、ここから煙出ると思ったら。人を殺すのにためらうバカがいるか。わお。あれ、次は貴様だ。何者かは知らないが信用に値しない男だということはよく分かった。十分やな。おお。やっばやっば。しかも30秒。僕とヤービス以外すべての物質が停止する。これのおかげなんだよね。僕だけ人より年を取っちゃうの。それにしても実に見事な判断力と行動力だ。これのおかげなんだよね。止めまくってんの時間。え？止めまくって時間いってんの？ホワッツマイケル？だいぶホワッツマイケル。スタープラチナもびっくりやな。以外すべての物質が停止する。うん。これのおかげなんだよね。僕だけ人より年を取っちゃう。どんだけ止めてんだよ。それにしても実に見事な判断力と行動力だ。おまけに射的の腕もいい。なるほど、これがデスゼロのゆえんなんだな。顔面
一直線やもんな。だがしかしだ、カードで君のことを調べさせてもらったが、どこを見てもいたって普通、うん、家庭環境も経歴も当たり前にいるその他の軍人と大して変わりのないただの男だ。ほう、これじゃあどうして原君の落ち霊に君を選んだのか。まあでも人間霊ってところではね、理解できやしない。だからもう少し様子を見させてもらうよ。期間も少なければなおさら。止めた時間もそろそろ効果が切れる頃かな。うわお、えぐおクソかっこいいんですけど、撃たれてそれで速攻で、やばやってんじゃん、やってんじゃん。俺は死ぬ。うーわ、それに強くなって必ず帰る。思いの強さが尋常じゃねえわけか。すごいな。そして誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。おお、悲しむなタリム。グレートスピリッツな夏いな。新たなコミューンへ移るためのきっかけに過ぎない。そして誰もいなくなった。なんか聞き覚えあるな。魂は幾度となく死を経験し、そして再び生まれ変わるのだ。せっかく私も手伝ったカフェは悪の無残に潰れてしまった。聞けば彼は特別攻撃隊の一員だったとか。正気の沙汰じゃない。自らを犠牲にして彼らは一体何を得るというんだ。戦い続けることしかできない地獄の定め。何度も壮絶な死を繰り返してまで。だが、だからこそ彼らにしかできないこともある。それが現行神派様のお考えだとしたら、うん、いや、その前におめえら花どうすんだよ。すげえ状況やな。なんだいたのかレニム。あいつめちゃくちゃぶっ飛ばされて、生きてるか死んでるかもわからねえんだぞ。俺たちは絶対に手を出すなと言われているからな。じゃあ俺ら何のためにここにいんだよ。ま、それが分かれば苦労しねえが。レアだな、10歳児勢ぞろい。あとの問題はあいつをどうするってことだが。残っちゃったね。汗かいてるよ。心配には及ばん。ほう。ゴーレムは我々が責任を持って回収するようヤービス様に命じられている。ヤービスだと。ゴーレム、あっちの方か。これらは。ああ、衣装こそ俺らと違うが間違いねえ。全シャーマンファイト仙台パッチの10歳児だ。マジで。いかにも。だが正確にはパッチにあらず、掟に従い仙台神に回収しているのでな。ほう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 、理解理解、そういうことね。はじめまして、シュウども。天ぷら騎士団新鋭隊長のトリムと申す。はい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 。情報量が多いから若干整理だけど、やっぱ今回のマンキンはよりあれやな、あの都市伝説的な要素をがっつり入れとんな。ほんで何なのこの人の見た目。なんかマチエテを持たせてやりたいんだけど、わかるこの気持ち。めっちゃマチエテ持ちそうな感じするんだけど大丈夫。意外と陽気なのかな。ではあなたたちも先代の神の命でこのコミューンへ。いかにも。ちなみに我々もこの島の反対側に店をオープンさせてもらったところだ。おお、バイク。よければ君たちもぜひ訪ねてくれ。すげえ派手やな。争えるパッチの地。ウケんな。鴨川陽介の行動には困ったものだ。なぜ我らの神が彼をお選びになったのか。猫乳首生えとるわ、さっき。苦しみよ。おっと、それから一つ。おお、これだいぶ面白いな。しかし、鴨川陽介の行動には困ったものだ。なぜ我らの神が彼をお選びになったのか、理解に苦しみよ。おっと、それから一つ警告しておく。我らの神は絶対に誰にも負けぬ仕組みを持っている。仕組み、ほう。パッチのよしみだ。魂が惜しくば余計な介入は避けることだ。この三角といい、仕組みといい。決めた。絶対に負けない仕組み。もしそれが争わずに済む理由につながるならば。うん。いや面白いな。ちくしょう、にゃら思いっきりぶっ飛ばしやがって。
なんだよあのでっけえ棒、ふざけてんのか。てえ。今度はどこだよ。すげえ状況。終わりか、早いな。いやーすごく面白いね。だいぶあの待ち得て感はおもろいなっていうところなんだけどもね。パッチの血は争えぬって、あれもまたおもろいんだよな本当に。いや濃いキャラ出てきたな本当に。マジで濃いの出てきたな。超おもろいわ。いいっすね。いやだいぶいいよ、だいぶおもろいよ。ここら辺全然俺記憶にねえからさ、全く持ってないから。乳首生えてますよね、これ。手なのこれ。さすがに乳首やろ。で、乳首じゃないやろっていう意見も多分出ると思うんだけど、武井先生言うてやるぞ、こういうこと。わしゃがなでね、ポンチとコンチの話があってさ、で、玉尾に気づいてもらえなくて寂しそうにしたけどさ、まあまあ、あれはもう大概下ネタやろっていうのはね、子供の頃に気づいてましたけど、だからそういうことを平気でやるんでね。マンダのね、妹のあれもひどいけどね。ゲラゲラ笑ったよ。俺、そういうしょうもないの大好きやで。何がマンの子やねん。ギリを責めるな。だからこれも言うてふざけてると思うんだよな。どうなの、乳首派の人は乳首と書いてください。乳首と書いてください。コメントめっちゃ弾かれそうやな。そうですね。まあ、よっぽど乳首やと思うけどな。はい。ということで、いよいよ、もう次回で最新に追いつくという。早いね。めちゃくちゃ早いね。あっという間ですよ。はい。もうペロリシャスです。はい。今俺、ぶつづけで見てるからね。ぶつづけで。8話から全部、ブル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 って。溜まってたの一瞬で、ブル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 。本当にね、アニメって前も言ったんだけど、俺一気に見ちゃうから、ネットフリとかで、じゃあなんか配信始まります。1から11全部あります。オーライ、1日でお疲れ。もうそういう流れなんですよ。アジンだったかな。アジンとか一瞬で見たもんね。うん。アジン最初舐めてたんだよね。CG だからさ、俺 CG 結構苦手だったんですよ。だから、アジンなんか面白そうだけど、CG だるいなーって結構、後回しにしてて、ほんで見てみたらめっちゃおもろいやんってなってね、外人がアジンを見るっていう面白い状況になってたんですけどもね、言いたかっただけや。はい、ということでね、アジン見てみてください。だからそれぐらい俺本当に一緒に見ちゃうんで、満金もこれこんだけあるのありがたいなっていうね。でも言うてももうすぐ追いついちゃうっていう、なんとも言えない。はい、そんな感じです。ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!